はい、こんにちは、こんばんは、タカです。昨日もドル売りの流れは継続、ドルインデックスで見た場合ね、安値を更新するような形にもなっています。昨日はね、株がかなり弱かったんですけども、この円の動きというのがね、結構違和感あったんですよね。もっと買われてもいいのになと思っていたんですけども、なかなか買われなかった。そうこうしていくうちに今度は株が買い戻されるような形になりました。つまりね、リスクオフと思っていた相場は実はリスクオフではなかったのかなと。ということは当然円も買われない。株も、安いところからはかなり反発しています。ということでしばらくはこの円の売りというのが出てくるかもしれませんね。ドルも同じように弱い、円も弱いということで、まあドル円に関しては動きが出づらくなってくるんではないかなと。それに対して今までこのポンド、ユーロ、この2通貨に関しては今週ずっと強かったんですけども、昨日もその流れがはっきり出ています。もうこれはチャートで見てもトレンドがはっきり出ていますので、まずはこの流れを追いかけていくのがいいのかなと思っています。注目は弱いドルに対して強いポンド、ユーロを買う、つまりポンドドルのロング、ユーロドルのロング、このあたりが注目かなと思います。このあたりね、チャートからも見ていきたいと思います。はい、こちらユーロドル、日足に月足を重ねています。今月はユーロドル、月足はもう大陽線、今までの下落の流れからは完全に反転する流れになっています。月足は今日閉じるんですけども、まあ、今日の値動きがどういった形になってもね、この月足には大きな影響はないかなとは思います。戻り高値を抜けてきたこういったトレンドが出てきたのかなと思いますので、まあ、来月もね、この高値をまずは更新していく流れというのを見ていくことにはなるのかなと思っています。ということは押してきた場面があればまずは押し目買いを狙っていく、ショートを狙うにしても、まあ、それは短期的な調整の流れを狙っていくということになりますね。はい、こちら4時間足に週足を重ねています。今週も週足は大陽線、先週の高値からはかなり高い位置にいますので、今日1日どういった動きがあったとしても大きく影響はないかなと思います。来週もこの高値を更新していく動きというのをまずは見ていくことになりますね。はい、こちら1時間足に日足を重ねています。日足で見てもトレンドが継続、もうほんと強いですね。火曜日に一度陰線をつけています。この辺りの値動き、1時間足では結構レンジっぽい動きしているんですよね。ただそういったレンジからも上抜ける形になっています。まあチャート的にはかなり強い。日足で見てもこの高値を更新していく動きというのをまずは見ていくことになります。ひとまず今はこの 1.17、 ここをサポートと考えて、ここより上で推移している間はね、ロングを狙っていくという形で見ていきたいなと思います。はい、15分足4時間足を重ねています。4時間足を波で見ても押し安値を全然割ってこないですね。なのでまあこういった押し安値割らなければどんどんロングを狙っていく形にはなっていきます。もうずーっとこの4時間足も安値を割らない動きが続いています。逆な言い方をすればね、4時間足で流れが止められた場合、そこはね、一旦上位足も反転のタイミングを見ていかないといけないのかもしれません。かなり警戒感を持たないといけないタイミングということになってくるかと思います。今はね、押し安値 1.17 のミドルあたりですかね。このあたりが押し安値になっていますので、距離がかなりあります。ただしね、これ再度この高値からの調整の流れがあればね、この後高値を超えてきた場合、今度は押し安値はここに切り上がる形になります。上昇の勢いが弱くなればなるほど、この押し安値というのはポイントが近くなってくるんですよね。つまり反転の可能性も高くなってくるということになります。今はこの押し安値を見ているとね、すごく遠く感じてしまいますけども、高値を更新したのにその高値がなかなか伸びていかないというような形になってくると、一気にね、この押し安値ポイントも近くなってきますので、まあ、反転の流れというのも一気に警戒していかないといけなくなってきてしまいます。高値を更新した後にね、まあ、フォローがしっかり入るのかどうかですね。4時間足トレンドは綺麗に出ています。この流れが継続している間は、無理にねショートを狙う必要もないかなと思います。引き続きこのロングを狙っていきたいなと思っています。はい、変わりましてこちらポンドドル、日足に月足を重ねています。ポンドドルも今月の月足というのはかなりの大陽線、目の前には戻り高値も見えてきていますけども、まあ、今月のこの陽線を見てしまえばね、まずはこの高値の更新というのを見ていくことになるかなと思います。今日で月足閉じますけどもね、まあ、今日の値動きがある程度どういった値動きをしても、まあ、来月の値動きに影響はないのかなと。実体部分で見ればこの波の底、安値を切り上げる形にもなっています。来月はこの戻り高値を抜けるような波、こういった波をイメージしていくことになりそうな気がしています。はい、こちら4時間足に週足を重ねています。先週週足がこの戻り高値を抜けてきましたんで、今週もまずはこの高値の更新見ていたんですけども、かなりの大陽線、完全に上昇トレンドが発生しているということになりますね。これもね、週足今日で閉じるんですけども、まあ、今日1日の動きでどうこうするような形ではないですね。来週もこの高値を抜けてくるような波のイメージですね、高値の更新をイメージしていきますので、多少押しが入ったような場面もロングを狙っていくということになってきますね。はい、こちら1時間足に日足を重ねています。
10日間ずっとこれ陽線続いているんですね。まあ、2週間ずっと上がり続けているということになります。まあ、ものすごく強いし、トレンドもはっきり出ています。ということで今日もまずはこの高値の更新、まあ、見ていくところはもう本当同じですね。まあ、目の前これ切り板もありますんでね、多少ガチャガチャした動きになるかもわかりませんけども、来週も週足高値の更新、月足も高値の更新というのを見ていますので、もし押し込むような場面があれば一旦は拾う形になってくるかなと思います。今のところショートを見ていく部分というのは何もないかなと思います。はい、こちら15分足4時間足を重ねています。4時間足も波がずっと継続していますね。押し安値を一切割らない展開というのが続いています。今現在はこの上昇波を見ています。なので押し安値はこのあたり 1.29 のミドルあたりですかね。調整の流れがもし出たとしても、途中途中では押し目買いをしっかり狙っていくということになりますね。こういった押し安値を割ってしまえばね、また目線は変わってきますけども、それまではどこかでロングを狙っていく、まあ、短期足の流れの反転を見ていくことになるかなと思います。高値の更新があった場合に押し安値があった場合、これには少し注意はしたいですね。チャートはかなり強いです。ただかなりの高値圏ということもあります。高値を更新した後にこの流れが伸びていかないとね、今度は押し安値がすごく近くなってしまいます。割れるような形になると一気に目線も変わってきますので、チャートを見ている分にはね、まだまだショートの目というのは一切ないですけども、こういった形で結構すぐに出てきますんでね。4時間足の波がずーっと継続しています。逆に言えばこの流れが止められてしまうとね、やっぱり少し怖い部分もありますんで、この波の把握はしっかりしておきたいですね。はい、変わりましてこちら5ドルドル日足に月足を重ねています。この2週間ほどですね、上値の重さを感じていたんですけども、月足で見た場合はね、戻り高値を抜けてきています。まあ、綺麗な上昇トレンド見えていますんで、今のところ気になる点というのはないですね。まあ、一つ挙げるとすれば今までの流れというのが大きな下落トレンドだったので、まあ、戻り売りがどこで入ってもおかしくはないということなんですけども、まあ、それだけを頼りにショートを狙っていくというのは少し無理がありますので、まずはこの目の前の動きについていけばいいのかなとは思います。はい、こちら4時間足週足を重ねています。今まで見てきた通貨、週足に関してはどこで引けてもね、まあ、大して影響はないかなといった位置にいたんですけども、この5ドルに関しては少し違いますね。先週の週足、出来高の大部分はこのヒゲの部分になります。今週もね、このヒゲの中での値動きですよね。ということはもうこのあたりレンジ相場と見てもいいかもしれません。週足は今日閉じますので、まあ今日ですね、この高値を抜けてくれば、このレンジからの上抜けと見ることもできます。ただし抜けなければ、この値動きからの結果がまだ出ていませんので、この後どうなるかはまだわからないですよね。ユーロドルやポンドドルに比べると、この5ドルドルというのはそれだけ上値が重いという形になっています。昨日もかなり安い場面あったんですけども、最終的にはねしっかり買われています。まあ、この動きをどう捉えるかですね。僕の中ではまだこれすっきりしないんですよね。今日高値を超えてくればね、まあそういった気持ちも晴れるんでしょうけど、まあということでね、今日の値動きには注目しています。はい、こちら1時間足に日足を重ねています。日足で見るとね、意外に強いんですよね。こういった戻り高値を抜けてきているこの上昇波を見れば、まあ、どこかで買っていけばいい形ではあるんですけども、まあ、最終的にはサポートされていますけども、この押しもいちいち深いですね。もしかしたらね、こういった動きに僕自身が惑わされているのかもしれません。シンプルにね、こういった上昇トレンドを見てもいいのかなとも思いますけども、どうしても僕の中では違和感が残ってしまっています。このあたりの出来高がとても多いんですよね。ですので、まあ、今日の日足の形を見てみたいなと。ただまあ昨日までに比べればね、昨日のこの日足というのは結構な強さを感じますんで、例えば昨日ね、僕は5ドル円をショートしているんですよね。それはかなり、上値の重さというのを見てのショートだったんですけども、今のところね、5ドルをショートしようという気持ちはないですね。まあそれだけ僕の中ではブル目線に変わってきているということになります。まあその流れを確認するためにも今日の日足の位置、どこで引けるかというのを見ていきたいですね。はい、変わりましてこちら5ドル円日足に月足を重ねています。クロス円の月足、パッパッパッと3つ見ていきたいと思います。まずこちらが5ドル円なんですけども、今日で月足閉じるんですけども、まあ、今日の値動きがどういった形であれね、この戻り高値を抜けるような形にはならないかなと思います。直近強いんですけどもね、この上昇をもってしてもなかなかこの戻り高値抜けていかないという形になっていますので、まあ、それだけ頭が重い、上値が重いという形にもなっていますね。来月の月足のイメージがつきにくい、どうしてもこの目の前の76円の壁というのが気になります。はい、こちらポンド円の日足、月足を重ねています。ポンド円も戻り高値まだ抜けていないんですよね。なので弱いという形ではあるんですけども、ただ波の底を見ていくとね、この波の底切り上がっています。今月のこの月足というのは直近の高値を抜いてきていますので、波をイメージしていけばね、こういった流れ、ここからの上昇の流れが見えてくることになります。
豪ドル円なんかと比べるとね、まあチャートは弱いんですけども、この上昇の余地の面で考えるとね、まだこちらには上昇の余地がある。豪ドル円なんかはもう目の前に壁がありますので、どうしてもね高値が気になってしまいます。そのあたりをどう判断するかですね。僕にはポンド円のロングの方が優位性があるように感じます。はい、こちらユーロ円の日足、月足を重ねています。ユーロ円もこれ戻り高値を抜けてきています。こういった上昇波が見えているということですね。豪ドル円は目の前に壁、それに対してユーロ円はもう抜けていますので、次の目標はこの安値をつけた最後の戻り高値、127円あたりへ向けた上昇の流れというのが見えてくるかなと思っています。ということはね、クロス円で月足を見た場合、上値余地があるのはユーロ円、そしてポンド円ということになってくるのかなと思っています。どちらも上昇の流れを見ていくということは、円は弱いということにもなってきますので、チャートで見た場合、円買いの流れというのはなかなか起こりづらい形にはなっているのかなと思います。実際はね、今日引けてみて、月足の形をもう一度見てみてからのね話にはなってきますけども、ここ最近ね、円買いの流れというものを少し警戒していたんですよね。株も上値が重いということで、調整が入ればね、円買いの流れも生まれやすいかなと見ていたんですけども、昨日の動きを見てみるとそうでもないのかなと。クロス円をチャートで見ていくと、円買いの流れというのは生まれにくいような状況にも見えます。もう一度ね、月足が確定してから再度考えてみたいなと思うんですけども、ここ最近感じていた円買いの警戒感というのは、必要なくなってきたんじゃないかなというふうに今は思っています。はい、ということで今のところこの円の動きに関してはちょっと分かりづらい動きをしてしまっています。少なくともね、円買いの流れというのは一旦リセットしないといけないのかなというふうにも考えているんですけども、まだはっきりわからない。そういった中でよりはっきりわかっている通貨というのが他にあるんですよね。例えばドルの売り、そして例えばポンドやユーロの買い、このあたりははっきり流れが出ています。なのでまずはこの流れを追いかけていく方がいいのかなと。通貨で言えばポンドドルのロング、ユーロドルのロングですね。かなり高値圏になっていますんでね、当然警戒も必要です。ただまだまだ売りを狙うような形にはなっていませんので、しつこく買いを狙っていきたいなと思っています。今回は以上になります。ドル円に関しては別の動画になっていますので、概要欄の方にリンクの方を貼っておきます。それでは今日も頑張っていきましょう。